タイマのジョイントの例。イギリスにおけるタイマの分類は、1971年、薬物乱用法に定められるタイマの位置づけである。1928年から2004年の間及び2009年以降、クラス B 薬物として分類されている。2004年から2009年までは、クラス C であった。19世紀のビクトリア朝時代のイギリスでは、薬局などで自由に販売されたが、 医薬品としたい、製薬産業、競合を排除したい、酒造産業の圧力とともに1928年に危険薬物法にて、大麻の娯楽的な使用は禁止された。1961年の国際的な麻薬に関する単一条約ができても、イギリスではこれに反して、大麻を医薬品として処方できるようにしたままとし、 アメリカからの外圧が10年続きついにイギリスの1971年薬物乱用法に含まれることとなり医薬品としてもう禁止された。2001年にトニー・ブレアの労働党政権の内務大臣デビット・ブランケットは大麻の所持による逮捕の恐れを除くため法律のクラス B からクラス C へと移動すべきだと公表した。しかしまだ供給に対する逮捕の可能性がある。 当時の調査で、細分類には国民の過半数の支持があり、49%のイギリスの成人が大麻の非犯罪化を支持し、36%が反対し、そして15%が不明だと分かった。供給に関するクラッシーの刑罰が強化された後、移動はついに2004年1月に起きた。薬物乱用指紋委員会は、早くも1979年に、 そのような細分類を提言しており、見解は1999年の羅針マンレポートに全任された。修正点は、警察部隊がハードドラッグが絡んでいるなどの別の犯罪に要因を集結することを可能とするよう策定された。大麻のクラス C への細分類は、初年度後に大麻所持のための逮捕を3分の1に減少させ、 警察官が動員されていた推定19万9000時間を、省き期待通りの効果を生んだと政府は述べた。2005年の総選挙中、クラス B から C への対魔の再分類は、新しい科学的な研究を踏まえて、再検討されるだろうとブレアは公表し、そして決着は、薬物乱用諮問委員会に委託された。2006年1月の早くチャールズ・クラーク、内務大臣は、 諮問委員会からの助言に基づいて、大麻をクラス B へと戻さないという決定がなされたと述べた。しかし、2007年7月18日の首相答弁で、ゴードン・ブラウン首相は、内務大臣のジャッキー・スミスが大麻をクラス B へ戻すかどうかを、もう一度検討していることを公表した。2008年5月7日、スミスは諮問委員会の勧告にもかかわらず、 イギリスで大麻がクラス B 薬物として再び分類されるだろうということを確定した。2009年1月26日、大麻はクラス B 薬物として再分類された。クラス B 薬物への大麻の再分類はゴードン・ブラウンの同盟によって早くも2005年に兆候があり、2005年の選挙の夜にエド・ボールズは大麻とイラクでの戦争は労働党が学ばなければ、 ならなかった過ちだったと表明した。デビッド・ナットの解任後、諮問委員会の5人の他のメンバーが抗議指示任した。2012年、内務特別委員会は、イギリスの薬物政策に関する報告書を提示した。委員会は、元のクラス C に、タイマーの分類を下げることを提言するかどうかで一件が分かれた。次の文に含まれていることについて、 委員会で投票が開かれた、我々はとどまっている。しかしながら、前任者の報告書で示された見解、すなわち大麻が、クラス B から C へと再分類されるということ、ゆえに2008年に政府が取った決定を公開する、The House of Commons、2012投票は3対3で、引き分け、議長のキースバーズ会議員が、報告書の文章を保つために投票したゆえに、 分類を下げることが勧告される。ありがとうございます。